とししゅんは、1920年に雑誌、赤い鳥にて発表された、芥川龍之介の短編小説。理服元編の、俗弦解録及び牛草縦編の、弦回録双方に収録されたとされる、電気小説、とし春を同和化したものである。芥川龍之介は、1927年2月3日付、河西晋三宛書館に、当の小説とし春伝の主人公を擁意。 オリソーライドも、話はに、三以上創作に、優のこと書いており、また彼の蔵書に、定観古戦、都市春とがあったらしい。本校では、同作品を原作とする、テレビアニメについても記述する、東王朝の落葉の音、ある春の日の日暮れ、サ門の下に、とし春という若者が一人佇んでいた。彼は、金持ちの息子だったが、親の遺産で遊び暮らして散在し、 今は、古事記当然になっていた。そんな彼を憐れんだ片目め,めっかちの不思議な老人が、この場所を掘るようにと、と市しに言い含める。その場所からは荷車一両分の黄金が掘り出され、たちまち、と市しは大富豪になる。しかし財産を浪費するうちに、三年後には一文なしになってしまうが、と市しはまた再盲の下で老人に出会っては黄金を掘り出し、再び、 大金持ちになっても遊び暮らして当人する。三度目、サ門の下に来た都市春の心境には変化があった。金持ちの自分は周囲からチヤホヤされるが、一文なしになれば手を返したように冷たくあしらわれる。人間というものに愛想を尽かした都市春は、老人が先人であることを見破り、戦術を教えてほしいと懇願する。そこで、老人は、 自分が鉄漢主という仙人であることを明かし、自分の住むというガビ山へ連れて行く。ガビさんの頂上に一人残された、とししゅんは試練を受ける。鉄漢後が帰ってくるまで、何があっても口を聞いてはならないというのだ。虎やおろちに襲われても、彼の姿を怪しんだ神に突き殺されても、地獄に落ちて、せめくを加えられても、とししゅんは一言も発しなかった。怒った、エンマだは、 畜生堂に落ちた、都市春の両親を連れてきさせると、彼の前で、鬼たちに滅多打ちにさせる。無言を貫いていた、都市春だったが、苦しみながらも、都市春を思う、母親の心を知り、耐えきれずに、お母さんと一声叫んでしまった。叫ぶと同時に、都市春は現実に戻される。落葉の門の下、春の日暮れ、すべては、仙人が見せていた幻だった。 これからは人間らしい暮らしをするという都市春に、仙人は、大山のふもとにある一軒の家と畑を与えて、去っていった。元居とされる都市春では、都市春は地獄に落ちた後、女に生まれ変わって誕生するが、やはり全く物を言わず、結婚して幸運でも喜びの声一つ発しなかったため、怒った夫が赤ん坊を叩き殺し、そこで妻が悲鳴を上げたところで現実に戻り、 仙人は声を出さなかったら戦役ができ仙人になれたのにと言って突き放す。芥川は親が地獄の攻めくを受ける場面に変えてあの時もし声を出さなかったらお前を殺していたと仙人に言わせ児童向けの内容にしている。西岡春彦は日本の中国文学研究者は幼児期に芥川作品を読んだことの影響で元居小説に接した時に解釈にある。 中の歪みをもたらしてはいないか、と提起している。1979年、テレビ朝日系列で放送されていた、赤い鳥の心、第24話で映像化された。1978年10月から、TBS 系列局で放送されていた、漫画子供文庫の第27話で取り上げられた。同番組はそれまで2本の作品を放送する、スタイルをとっていたが、 本作で初めて一本の作品を30分通して放送した。上記、漫画子供文庫での放送から2年後の1981年4月12日19時30分20時55分に、同じく TBS 系列局で放送。全1話。TBS と DAX インターナショナルが共同制作した作品で、この2社は当時同系列局で放送されていた。 漫画初めて物語でもタッグを組んでいた。脚本担当には、戦国魔人、合昇軍でブレイクする前の須藤つよしを、監督には映画監督の斉藤武一を、そして、キャラクター設定担当と作画監督には、東京ムービー作品を手掛けた椛島よしおを起用していた。声の出演とししゅん、大田敏子ナレーター、宇野重吉ほか、オールシネマよりスタッフ、 ありがとうございます。